Thank you.
ですよ。あれやったらこうやったらこれやったらいかない言われるね。なんかほんまにしょうもないとこでもええようなことやね。右なら左ならとか思ってるよ。次の曲はですね、今日は手紙姫路の方に行ってまいりましたけどね、なんでそんなところにも縁があるのかっていうと、加古川とかの高砂の方でですね、私とある木杉京子さんという、沖縄民謡の歌い手がおりまして、非常に懇意にしていただいているわけですけども、そちらのね、高砂っていうところで蓮の池コンサートというので、毎年夏で行われるすごく素敵な場所で行われる野外イベント、すごく不思議な、私みんな不思議な場所で行われる、とっても大好きな野外イベントがありまして、そっちに、結構飲んでいただいてね、させていただいて、前からしてもすげえ不思議の塊みたいな名前ですけど、一度またね、7月末とかに行われますので、なんか高砂市のイベントになったりしたらみたいなので、大体土曜日とかに、行われますので、よかったら足運んでいただいたらなと思います。次の歌はその景色の描いた歌です。この歌聴いて、ああなるほどと思って